小学生にわかる絶対値の外し方ってことでやっていきましょうか。絶対値ってどういう意味よ。絶対値っていうのは原点からの距離ね。原点からの距離、例えばだから絶対値2とかって言ったら、原点からの距離はって言ったら2だよね。だから絶対値は2ですよ。で絶対値マイナス2はって言ったら、絶対値マイナスっていうのは原点からマイナス2までの距離ね。だからこれも2でしょ。うん、だからマイナスがついてる場合はマイナスをつけて外してあげなきゃいけないんだね。そうしないと2プラス2にならないからね。距離はプラスでしょ、うん、例えば今から僕マイナス 300m 行ってくるとか言わないでしょ、うん、だから絶対値がこう中身がマイナスな場合はマイナスをつけて外してあげる、これが理由ね。ということは今回の問題文字がついてるけどどうすればいいの。例えば具体的な数当てはめてあげようよ。 x が1の時とかどうなるの。絶対値が3だよね。じゃあそのまま外れそうだよね。じゃあ x が0の時は0足す2で絶対値は2だ。じゃあそのまま外れそう。 OK、 じゃあ絶対 x がマイナス2の時は絶対値が0になるよね。0はプラスとして認識して OK だからそのまま外していいよ。原点からの、原点から0までの距離は0でしょ。じゃあ x がマイナス3の時ってさ、マイナス3足す2で絶対値マイナス1になるよね。じゃあこれってマイナスつけて外してあげないといけないんじゃない。ということはこの x っていうのはマイナス2以上だったら絶対値の中身が0以上になるからそのまま外していいんじゃない。でも x がマイナス2よりも小さくなった瞬間絶対値の中身はマイナスになるんだから、それってマイナスをつけて外してあげないといけないんじゃない。なんでかって絶対値の中身が文字だから分かりにくいけどマイナス2より小さい時はマイナスだからね。だからマイナスかけるマイナスで全体でちゃんとプラスになると、距離はプラスだからっていうことです。絶対値が苦手な人はこういうふうに具体的な数値を当てはめてって確かめてってください。